クイーンシー地域空港の全体図ユナイテッドエクスプレス5925便。地上衝突事故は、1996年11月19日、シカゴオヘア国際空港発アイオワ州ーバーリントン、経由入りの異州、クイーンシー行きの定期便、ユナイテッドエクスプレス5925便が、クイーンシー空港に着陸する際に離陸中だった、自家用のビーチクラフトキングエアと衝突した事故である。 5925便の12人全員とキングエアの2人の14人全員が死亡した。ビーチクラフト1900、シービーチクラフトキングエアユナイテッドエクスプレス5925便は、1996年11月19日15時25分にシカゴを出発し、アイオワ州バーリントンに着陸した後、クイーンシーへ向けて離陸した。 5925便がクインシー地域空港の滑走路13へ着陸侵入を行っているとき、同空港ではビーチクラフトキングエアとパイパーチェロキーの両方が滑走路04に進んでいた。クインシー空港は整備されていないため、3機は同じ無線周波数で更新していた。滑走路13は中央で滑走路04と交差しているため、 5925便のクルーは滑走路04のキングエアに5925便の着陸を滑走路の手前で待つか着陸する前に滑走を開始するかを聞いたしばらく応答がなく再び聞くとキングエアのパイロットではなくチェロキーのパイロットが応答したその際チェロキーのパイロットが 7646J 滑走路4の手前でホールド中前にいるのが キングエア機ですと答えた。しかし、実際には、チェロキーは離陸の順番でもなければ、ホールドもしていなかったため、応答する必要はなかった。さらに、機種名を言うべきだったがそれを言わずに、前にキングエアがいると言ってしまった。不幸なことに、この更新の最中に5925便の対地接近警報装置のコードを読み上げる、自動音声がかぶり、7646。 J 滑走路4の手前でホールド中200、キングエア機ですと聞こえてしまった。これが原因で5925便のパイロットたちは、キングエアが滑走路の手前で待機すると考え、滑走路13に着陸した。一方で、キングエアは着陸した5925便が滑走路の交差点を通過する前に滑走を開始した。 このため5925便とキングエアは滑走路04と13の交差点で衝突し5925便は滑走路13に沿って110フィート走り炎上しだした空港にいたパイロットたちは衝突に気づいて5925便のドアを開けて救助しようとしたが衝突の衝撃でドアを開けることはできなかったキングエアの二人は衝突時に死亡 5925便には乗員乗客12名が乗っており、そのほとんどは衝突後も生存していたが、その後の火災と爆発によって全員死亡した。事故時の様子緑が5925便、赤がキングエア、黄色がチェロキー事故に関わったチェロキーと同系帰国家運輸安全委員会は事故の原因をキングエアのパイロットのミスだと判断した。他の要因として、 キングエアに向けた更新に、チェロギーのパイロットが応答したことや適切な救助や消防設備の不足が挙げられた。しかし、キングエアのパイロットの家族が、NTSB の調査結果に異議を唱えた。また、命令、航空機事故の真実と真相では、チェロギーのパイロットの一言でこの事故が起きたと言っても、いいほどだと調査官の一人が言っている。ありがとうございます。